ジャック・ケッチャムはアメリカ・ニュージャージー州のホラー小説家。本名はダラス・メイヤー。ペンネームのジャック・ケッチャムは英国の公式執行人に代々受け継がれている名前が由来。ボストン大学卒業後、俳優、教師、出版エージェント、材木のセールスマンなどの職業を経た後、1981年にオフシーズンでサッカーデビュー。 賛否両論が激しい作家の一人であり、著名なホラー作家スティーブン・キングによって称賛される。一方、ビレッジボイスの評論家には、暴力的ポルノ作品であると批判されている。短編作品、ゴーンは、2000年のブラム・ストーカー小短編賞を受賞した。2011年には、ワールドホラーコンベンションにおいて、グランドマスターアワードを受賞した。2018年1月24日に、 癌のため71歳で死去した。ケッチャムは、ボストンのエマーソン大学で、英文学士号を取得し、後にブルックラインの高校で2年間教えていた。俳優、教師、出版エージェント、材木セールスマン、相談売りを一時やっていたケッチャムは、人格形成期に幼少期の愛を、エルビス・プレスリーと恐竜と、ホラーに抱いていた。 彼は幼い年から物語を書き始め、彼の部屋や家の近くの森の中、小川のそばで多くの時間を過ごしていたと説明している。私の趣味は本や漫画、映画、ロックンロール、ショーチューン、テレビ、恐竜など、社交性を要求しないものが多くで、もしくは人付き合いからすぐに立ちされる場所であった彼は、プラスチックの軍人や戦士、恐竜を登場人物として使った。彼は、 ハロウィンも大好きでミシンの得意な母親は幼いケッチャムに本格的な衣装を用意してくれた。お気に入りはピーターパンとスーパーマンであった。ケッチャムはさらに幼い時吸血鬼のスフェラトゥのようなホラー映画やノートルダムのセムシ男やオペラ座の怪人のようなユニバーサルスタジオの古典怪物物に興味があったという。その後10代にはロバート・ブロックに気に入れられ、 良き指導者となった。彼はケッチャムの仕事を彼がハワード・フィリップス・ラブクラフトにされていたのと同じように支えた。ブロックとの関係は1994年の彼の死まで続いた。ケッチャムの両親は軽食堂と彼が執筆を支えるために日中は即席料理を調理し、被没後相談売りとして働いた相談売り店のオーナーであった。ケッチャムは 最初の小説であるオフシーズンが完成する前に多くの異なる職種を経験しており中でも中心的なのが小説家ヘンリー・ミラーの出版エージェントであるパシフィック・パーリーサイドの自宅での彼との出会いについてはブック・オブ・ソウルズの中で彼の記憶として一つの主題となっている彼はまた収入を増やすため様々なロックンロールや男性誌に フィクションやノンフィクションの記事や物語を売っていた。彼がついに小説の執筆に集中する決意をしたのは、安定して長く、売りに出される仕事に刺激されたことだった。シュシュケッチャームは、ロバート・ブロックやチャールズ・ブコースキー、ジム・ハリスンやアーネスト・ヘミングウェイなどの作者を、幅広く、ガツガツと読書した。 ショートストーリーや雑誌記者としての彼の上達と強烈な想像力を別にすれば、読書はセブンスグレード a セイから雑誌とオフシーズン以降の作品にケッチャムを導いた執筆の本質的な手段となった。ケッチャムが作家に転身する以前、彼は多くの短編小説や雑誌に記事を売っていた。彼の以前のペンネームであるイエジー・リビングストンはこの時期に生まれている。 彼は特定の雑誌では2編以上の作品を出しており、ニュージャージー州のリビングストン長と同時に小説家のジャージ・コジンスキーから由来しており、内輪のジョークが好き。これからはイエジー・リビングストンだと説明している。イエジー・リビングストンとして最も知られているキャラクターの一つがマルセル・プルーストの脚本に登場するストロープである。しかしストロープは人々の、また、 自分自身からでさえ理解を得ていない。ケッチャムはストロープを酒飲みで失敗者、同性愛嫌い、疑わしい友で信頼の置けない愛人、地獄の女嫌いで大部分を誇っていると説明している。ストロープはプルーストの対局である。ケッチャムは歴史上最も才能ある作家と言えるという。ストロープはスワンクという男性誌に登場する。彼は 最近リチャード・レイモンや、エドワード・リーに収集されている本トリアージの一編で、ある、シープメドウ・ストーリーという物語で復活している。彼の功績は、ブロークン・オン・ザ・ホイール・オブ・セックス、ザ・ジルジュア・リビングストン・イヤーズで見ることができる。映画家エビー、ホラーライター・ジャック・ケチャム、デッド・アット・71、ワシントン・ポスト、2018年1月25日閲覧。 パスト WHCS。ワールド、ホラーコンベンション。2018年1月25日、閲覧。奥闇、ジャック・ケチャムさん聖巨代表作。隣の家の少女。ブックログ通信。2019年12月19日、閲覧。ジャック・ケチャム、デッドアット71。アクターホラーナバリスト。ダイズ・アフター・ロング・バトル・ウィズ・キャンサー。デイリー・ミラー。 2018年1月25日閲覧。プペック、ジェーン、ジャック・ケチャム、アメリカンホラーナバリストレシピエント・オブ・ザ・ブラム、ストーカー・アワード・イン・スイート101、イン・スイート・ファル・ライターズ、イン・フォーム・ド・リーダーズ、オンライン・ジネ、セプト・30、2009、ドナ・ヒュー、スザンヌ、アミ・インタビュー・イズ・アワード、ウィニング・ホラー・ライター・ジャック・ケチャム、アソシエーテッド・コンテント、2007、P1、オルーク、 モニカ、ストーリータイム、ジャック・ケチャム、フェオ・アマンテ、エス・ホラー・スリラー、リリーブド・フェブラリー28、2011、ジャック・ケチャム、オフィシャル・マイスペースページ、アクセスと、マーチ・ナナナ、2002、プペック、ジェーン、ジャック・ケチャム、AMERICANHORRORNOVELISTANDRECIPIENTOFTHEBRAMS。 t o k e r a w a r d. s u i t e 一零一 com。セプト三十。二千九。p 一。マデスト。カリフォルニア。ブラッドレッティングプレス。メイ二千八。サーディナ。マーテル。ジャックケチャム。フロムザオフスプリングムービー。セットパート。二。ダーク。スクリーブマガジン。二千八。p 一。キラーリベスライタージャックケチャム。フィーチャリングザガールネクストドア。 2008p1 ジャックケチャムインタビューインベイグリーボありがとうございます。